本勝負だ。ここで俺から始めるぞ。これで間違いない。思った通りだ。聞かせてもらうわ。え？あーにゃ最強。ほら聞けよ。何を考え込んでるんだこいつは。俺の番だ。これで間違いない。けっ、ういっ、えっ、揃ったわ。さっさと選べよ。こいつルール忘れてるんじゃないか。それに違いない。揃った。行くぞ。これだ。この調子だ。好きなの選べ。これよ。揃わないわね。ソラ、お前の番だぞ。こいつルール忘れてるんじゃないか。これじゃなかった。俺の番だ。こいつをよこせ。違ったか。ういっ。これよ。これにする。アーニャが全部なくなった。待て待て、強すぎんだろ。行くぞ。これだ。やだもう最低。やったー。こんなの何かの間違いよ。
賢くなった。エレガントだ。そしてこの場所で、そしてこの場所で、そしてエレガントだ。そしてエレガントだ。そしてこの場所で、そしてこのであるから、この時であるから、であるそしてこの場所であるエレガントだ。であるエレガントだ。エレガン、よし。では授業は終了とする。
できました。ドキドキ。おいしい。よかったです。
きます。おう、いいとこどこ？それはその今ちょっと思い出せないだけで、ダミアン様のいいところはいっぱいあんだよ。プラン B のためにもっと次男と仲良しにならないと。何見てんだてめえこら。聞け次男、アーニャこの前百貨店貸し切った。ベッキーとお買い物三昧。だからどうした？どうせ貸し切ったのはブラックベルだろ。ジェンナマもいっぱい持っていった。それがどうしたんだよ。ジェンナマとか庶民丸出しですよね。次男と仲良くなるのうまくいかない。赤点じゃねえの？何よ、決めつけは良くないわよ。決めつけは決めつけじゃねえよ。事実を言ったまでのことだろ。お前は次のテストも赤点だ。あにゃ、あいつら懲らしめたい。気持ちはわかるけどダメよ。あにゃちゃん退学になっちゃうわよ。先生、掃除終わりました。おお、すっかり綺麗に。ん？何かまずかったですか？あ、次男の肩にでっかいホコリついてる。ホコリ？おい、ほんとだ。気をつけたまえ、ダミアン・デズモンド。服装の乱れは心の乱れだぞ。気をつけます。服が汚れるほど掃除を頑張ったということだな。その努力はベリーエレガントだ、デズモンド。はい。よかったな、次男。な、見てんじゃねえよ、チンチクリン。
姉さん。お帰りなさい。うん。ゲップ。勉強も大事だが、姉さんの手伝いも大事だぞ。最近何か手伝ったか？アーニャ、母の掃除手伝った。ふん、掃除して逆に散らかしたんじゃないのか？アーニャさんは本当にいい子です。いつもお手伝いしてくれるんですよ。集中力を勉強にも発揮してくれたらいいんですけどね。チッチ、このピストル何発入る？ん？ああ、これなら8発だな。8発、弾が残り1発だから残弾数1/8。ああ、アーニャさんよくわかりましたね。アニメのことになると計算できるのか。気をつけろ。敵の罠が仕掛けられているかもしれない。何をやっているんだ？爆発するかわからない。そうか。それで勉強は済んだのか？勉強よりもこっちの方が大事。そうか。それが終わったら勉強するんだぞ。そろそろご飯の準備をするか。1着でも買ったのかよ。
結局迷って決められなかった。だっせ。おされ作戦、ジ・エンド。おかえり。おかえりなさい。おう。あーにゃ、またお城でロイドマン見たいな。完璧なロイドマン見たいな。無理、却下。無理なものは無理だ。どうしてもやらない。やらないものはやらないぞ。エージェント母、緊急任務だ。あ、はい、何でしょう。エージェント父に居場所バレてはいけない。え、何かあったんですか。父、黒幕の設定。なるほど。そろそろご飯の準備をするか。
美術館はお絵描きをするための場所じゃないぞ。一流のアートに触れて見聞を広めてほしいんだが。アーニャさんの絵とっても楽しみです。えへん。そろそろ出発するぞ。はい。ワッフ。ここではあまり大きな声を出すなよ。うい。二人ともお利口さんですね。その調子で頼むぞ。よし、それじゃあ行くとするか。Thank you.
そろそろ帰りましょうか。もうそんな時間ですか。楽しいとあっという間ですね。アーニャも楽しかった。モフ。疲れたか？楽しくてはしゃぎすぎましたね。チッチ、ハハ、ボンド、早く次のお出かけ。美術館に連れて行くのは構わないが、あれとは何だ？スポンポン。アーニャさんにはまだちょっと難しいかもしれませんね。アーニャ、あれ気に入った。ま、これはこれでこいつなりに一流の芸術に興味を持ち始めているということなのか。でも美術館ですか。次のお出かけ先にいいかもしれませんね。そうですね。よし、次のお出かけ先は美術館にするか。だがアーニャ、美術館では大声を出すなよ。you